うんいいでしょうどうもボビー・アトレーザーのボビーです今日からあ2月1日ねもう2月ですねさあ始まりましたかね、えー、あのモニターの方はぐるぐる Facebook のモニターの方はぐるぐる回っててですね繋がらないんですけどまあこのままいきますね、えー、今日は 月曜日ですよね,ね、えー。月曜日はレザーの話ですよ。ねえー、今日はですね、えー、写真レザーについてのお話をしていきたいなと思います。ねえー、大阪のですねボビーアートレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。ねえー、もう今週も始まりましたからね。 皆さん、いかがお過ごしでしょうかねえー、月曜日の、まあ、これ、何回かね、実は写真の話はねしてるんですけどもねえー、まあ、ゆっくりねお付き合いいただければ幸いですで、ねえー、写真レザーって何って思いますよね、写真って何なんかあ僕もね えこういうことをねするまでえ何のことやろうなと思ったりもしましたしやっぱこうギュッとこう染まってるんがええやんって思ってましたけどね今ちなみに僕が今あこう着用しているこのねレザージャケットねこれは写真のレザーですえ分かりやすく平たく言えばですねえこんな感じかなえこういう感じねえっとですねえー 見えますか、ね、こう切り口が今こうあるんですけどね、まあ、これ今黒の皮ですけども切り口がですね、えー、ありましてこうカットした断面がですね、えー、色が染まってない感じうんまああのー、オレンジ色に見える感じかな、うんまあ、なんかわかりますこうこの 僕の場合はこのねあのボビーアドレザーの場合だったらこうステッチでね革ひも使ってますんで、えー、こういう感じでですね小,小口がですねこのオレンジ色っぽくなってるっていうかね要はあのー、分かりやすく言えばですね今ちょうどこれ、えー、帽子を作ってるところなんですけどね、えー、表面とお、まあ、まあここはまあ,あ染め方にもよると思うんですけど、まあ、表面なか表面 ですねえーまあ、色を拭いてて、えーでまあ、中までこう浸透しっていうか芯,で芯までねこう染,め染めるんじゃなしにこう顔料でこうこう、ね、染めてるっていうか、えー、色をのせてるっていうかな、あのー、要はいろんなところにこう色ムラが出ないようにこう均一にっていうかしてるようなあ、まあ、仕上げなんですけどね。これがですね、えー、まあ まあ均等な感じでこう色が乗ってるっていう感じなので、えー、色ムラが少なくてね、えー、あの非常にいい、あのー、作りやすいというか、まあ、ぶどまりがいいというか鳥、あのーね、がいいんですけどねただ、あのー、これがですね、えー、なんていうんですか経年変化をですね起こすとですね ここれがあのー、このね表面がですねこうやっぱこうレーザーなんてこうこう浮き出てくるでしょこうこうねでまああの革ジャンの場合はそんなにまあ僕もこう何十年でねこれをね毎日のように着続けたらばあー <laughs> もっと育ちはいいんでしょうけどもね。 えーとまだあー、ね、こんな,んな感じなんで、まあ、これでもも10年近くはあちょうど10年かなこれ、うんまあ、年に何回かしか今来てないんであれですけどで、まあ、こういう普段使うようなこう革小物とかあハットとかねやったらあしょっちゅう触ったり、ねね、年中使うものなんでで例えばこういう感じのここに当たりがつく,くわけですよねこういう見えますかねこう顔隠してほしい,いかなこういうところにね。 あたたりりががののレザーの当たりがついてくるんですよそこがですね、あのー、表面のこの色のねこう塗膜っていうか、ね、この表面がですねこうくれていってこう薄くなってくるわけですよ。ねそしたらですね、あのー、いい感じでですね、えー、下のこう茶色っていうかこの生地の色っていうかそれがですねこうグーッと浮き出てきてですね、えー、いい感じに。えー なんかこうグラデーションが起,きる起こるんですが立体感というかそれがね、えー、魅力なんですよね。あのー、よくね、あのー、あえて写真レザーで写真で作ってますということでね、えー、ブースとかね、うん、そうなんで復刻したりとかしてますね。まあ、当時その何十年前かかななんかその 当時の,そのやり方っていうかそういうビンまあヴィンテージの革ジャンとかねそういうな作り方で、えー、こういうね、えーえー、写真のレーザーが多かったですみたいなんですよね。でまあこれもですね馬革、えー、です,、ねですうん、やっぱり当時その、ま、第二次世界大戦とかそっちのぐらいのねもう70年以上とかもう昔はですねやっぱ馬 馬がね普通にこうほら馬車とかあそういうんで畑とかの農工具とかでね、えー、ずっと馬は疲れてたもんなんでね、えー、そういう時代背景みたいなのもまああると思うんですけどねでそういう感じで、えー、馬の馬側のーこれは茶身、えー、レザーをね、えー 使ってます、ねまあボビー・アトレイズの場合はそういう感じのヴィンテージのレプリカの感じのそういう時代背景も読んだようなねレーザーがちょっと多いです,ですかねはいまあそんな感じですねあのいろんなとこ行ってねなんか「写真」って書いてたらねあこれは経年変化があええー、感じになるんやろうなって思ってまあ,、まあ、あの楽,しみ楽しめる一つの要素としてね えー、まああのー、なんか話のネタになればなと思いますしね、うんえー、そんな感じで、えー、今日は、えー、写真のレザーについてのお話をさせていただきました明日はですね、えー、作品の話かな、うん、です、ね、こう水曜日はああ制作の話なんで、まあ、レザーハットができるまでのねあの第2弾目の映像と一緒でね 完成するまでのね、えー、ストーリー仕立てでね、えー、語っていきたいと思います。えー、木曜日もレーザーの話かな。うん、で、金、土、日とは、まあ、パーソナルな感じの趣味とか、音楽とか、で、ギター弾き語りとか、そういう感じのでね、ゆ、え、る、ー、くお付き合いいただければなと思ってます。はい。ね。あ、そうそう。今、こういう感じのハットをね。 作ってると,ところですね。これは、まあ、あのブログの方に載っけてたあ記事なん、あのー、ハートなんですけどね、まあ、この写真の、ねえー、レザーハートもですね、えー、やっぱり人気ですね、うん、なんかどっかからこう写真っていうのを見つけてきてですね、えー、僕のボビー・アートレザーのとこ,、ね、とこまでたど、えー、り着いてきてくれてるんかなって思います。そんな感じですね。はい それではですね、えー、あ、ね、えー、今日もコメントありがとうございます徳山さんあ、お疲れ様です。今日もお疲れ様です。うん、軍物の加工となど、ね、ホースが多いですね。そうなんですよ。軍物のね当時そのヴィンテージのものとかレプリカのものでもそうなんですけど、その戦後のちょっと、うん、いかなあの第二次世界大戦とかあっちの方のとかの時代の頃っていうか50年代 かな僕もちょっと細かいとこまで調べてないんですけどーあのホースレザー多いですよね。で60年代からまあまあ今はねやっぱりあのほら牛が、ね、食用っていうか <laughs> で結構ね消費されてるっていうんで、まあ、その副産物としてねレザーっていうのはやっぱほらあの副基本的には副産物なのでエコですよ。うん、あのやっぱこう 動物愛護のとかいろいろあるんかもしれませんけどもやっぱりそういう,う盗撮されてね食用になってその分のお,おこぼれじゃないですけどそれを資産あの第二の命をね持たすっていうかそのほら木切ったりとかして木もね家具にしたらまだ100年もつったりするじゃないですかそういう感じでレーザーもそういうことでね非常にエコロジーなっていうかあの環境には僕はいいかなと思いますね。うん、それをまたこう 新しい命を吹き込んでですね、えー、人,人の人生の生活の中に寄り添うっていうか僕はねうそういう考えですけどねはい、はい、あそうですね、えー、空軍のコートとかあそうですねさすがね本当にあの僕も僕の方がに教わる感じですねあの僕もあのやっぱ「アメカジ」のねそういう雑誌とかね いいろろ読んだりとかねライトニングとか当時だったらフリーイージーとかね、うん、であとは、まあ、あのアメリカジ専門店とかのね、えー、やっぱこうビンテージのおーおー収集されてたりとかあそれをねあのレプリカとしてねあのも,うもう一度こうお再販するっていうかね新たにこうなんていうんですかレプリカとして。うん あのマニアックなそういうことねあのそういういお店のおなオーナーたちの方とかあよくねいろいろお話しさせていただいたりとかしてね僕そこでいろいろお,お話を覚えあの見聞きして、えー、それがまあねこうあの自分のこうち知安にくとなりっていうか知識になっていくんですけどなんかね,あのね僕のこういう配信でもねなんかちょっとでもね話のネタになったらなと思いますしね。 はい、お役立て,ていただければと思います。それではまたね、今週もね、えー、今月もね、えー、素敵なあ一日をですね、1週間を、ひ月を、そして1年を、えー、お過ごしいただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。ボビでしたじゃあねバ